今、予防医療など世界から期待される加圧トレーニング、その脅威のメカニズムとは。加圧トレーニングは腕と足の付け根に専用のベルトを装着し、血流を適切に制限して行うトレーニングです。加圧トレーニングの最大の特徴は極めて軽い負荷で短時間に絶大な効果を発揮するということです。動脈と静脈の通る腕や足の付け根部分を適切に加圧すると、血流が適度に制限された状態になります。その時、脳は危機を感じて血流を増やすよう心臓に命令を出します。すると静脈の内圧が高まり、血液が毛細血管の隅々まで行き渡り、血管が拡張します。加圧・除圧を数回繰り返すことで、普段あまり使われていない毛細血管の拡張収縮機能が高まり、全身の血液の循環が良くなります。また加圧トレーニングにより血管の最も内側にある血管内皮細胞から生成される一酸化窒素が増加し始めます。一酸化窒素は血管壁の収縮や弛緩および炎症細胞などの調節を行います。加圧トレーニングを継続的に行うと、この一酸化窒素が増加し血管内に働きかけることで血管の弾力性がよみがえります。さらに加圧トレーニングは筋肉の増強においても効果を発揮します。筋肉はスポーツなど主に強い力を発揮する際に使われる速筋と、持久力に優れている恥筋の2種類に分かれます。それぞれ筋肉の鍛え方が違うため、通常同時に鍛えることはできません。加圧トレーニングでは血流量が適切に制限されるため、恥筋の酸素が先に足りなくなります。その時、脳が大きい負荷の運動を行っていると錯覚し、通常活動に時間のかかる速筋も活動を開始します。結果、2つの筋肉を同時に鍛えることができるのです。筋肉の疲労に伴い乳酸が生成されます。加圧をすると乳酸の量が増加し、筋肉内の受容体を刺激します。血中乳酸濃度の上昇に伴い、脳が成長ホルモンの分泌量を増やすよう指令を出します。体内に循環した成長ホルモンは脂肪を燃焼させ、新陳代謝を活発にします。発明者佐藤義明が45年以上にわたり研究を重ねてきた加圧トレーニングは、これからも健康社会をサポートしていきます。